サバリエラのおちゃんです。こんにちは。今日はですね、トランペッターをお届けするんですけども、今日お届けするトランペッターはこの人ですね。バッツナバリ、バップの名トランペッターですね。ファッツナバロ、ファッツということは太っていたので、割と小柄で太っていたんですよ、彼は。それで1950年に25、6の若さで亡くなってしまうんですね。その時は、まあ、この後ろのライナーノートも書いてあるんですけども、175バンドぐらいあった体重がですね、亡くなった時はもう半分ぐらい近く痩せ細ってしまっていたそうなんですね。まあ、肺結核というか結核であったわけですね。直接の病名はですね、はい。それで同時期はですね、もちろんもうそうそうたるバッド・パウエルもいますし、タッド・ダメロンとかですね、もうバップのワーデル・グレーとかですね、それでここにも書いてあるんですけども、ファッツ・ナバロ自身のリーダーレコードっていうのはないんですね。生涯が短かったということもありますけども、まあ、ブルーノートなんですけども、これ編集版なんですね。1号32ボリューム2、1号31ボリューム1というのがあるんですけども、大体バード・パウエル・クインテットの中でちょっと重なっちゃったりしてるんですね。バード・パウエルの The Amazing の中でのもあるんですけれども、そこでファッツナバロ入ってますね。それであとタッド・ダメロン・クインテットの中でのファッツナバロということで、まあ、彼自身がリーダー名義でっていうレコードはそのブルーノートレコードの5000番台11番の中では出てますけども、編集してこういった、彼の何て言いますか、名を残すためにですね、こういったものが作られたんですね。はい、ですのでこういったものがなければですね、ファッツナバロを私たちは知ることがなかなかできないっていう形ですよね。あるグループの中でのトランペッターっていう位置づけぐらいでしかなかなか知り得ないんですけれども、彼はですね、クリフォード・ブラウンのアイドルだったんですね。クリフォード・ブラウンも奇しくも26で亡くなってしまいましたけれども、はい。それで今日お届けするのはこの中からですね、タッド・ダメロンの名曲レディーバードをお届けしたいんですけれども、いい曲ですよね。それでそこの中でですね、もちろんタッド・ダメロンがピアノですね。それでカーリー・ラッセルベース、ケニー・クラブドラム、それでテナーサックスがアラン・イーガーとワーデル・グレーの2人が入ります。最初のサックスがアラン・イーガー、これいいです。それから次にワーデル・グレーが、これがですね、クールなんですね。はい、ではお届けします。お待ちください。
うん。